どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。焼き鮭の皮だけを必要に焼く給食係、さやです。パリパリやん。パリパリ派なんですよね。パリパリを超えて焦げ焦げになるんじゃないですか、必要に焼いてということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。海の大きさが私の心を癒すには小さすぎるの。あなたは誰私も誰。やかましいなやかましいね、こだるまちゃん。やかましいね、こだるまちゃんシリーズということで、はい、こちらです。タワー、ね、タワーのスペル違うでしょ。TOWER でしょ。ほら、これでいいに見える。見えねえよ。はい、はい、ということでタワー、今回やっていく企画はこちら。夏目さんち東京タワーコラボ決まりました。イエーイ。わということで、もう今言った通りなんですけども、はい、なんと夏目さんち、あの東京タワーとコラボが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですよね、はい、あの東京に立ってるっていう赤いタワーですね、うん。言い直さなくていいだろ、その程度なの。違うんですよ、はい。今回は夏目さんち、なんとですね、今年の3月に、はい、もう丸6年経過、7年目に突入します。すごい、小学生になっちゃった。夏目さんち2018年の3月にスタートしてるので、はい、うんうん、もう2024年今年の3月で、うん、もう6歳。ありがとうございます。すごい、なんかびっくりだけど、そんなことあるんだって。なんか多分あのフルマラソンってこういう感じで走り切れるんだろうなっていう気持ちある、うん、それはあるなんだっけ 31.792 キロ。なんでだよそこまで細かく覚えようとして、なんで 42.195 キロが覚えられないっていうところでね、はい、夏目さんち今回ですね、はい、まあ、7周年記念っていうの、こういうのって万6歳もう数えのやめよう、下手くそだから。今回ですね、東京タワーとタイアップして、はい、今までに出てないようなグッズが出たりとか、はい、あとは皆さん今までにないようなちょっとねイベントとかを企画してるんですけども、うんうん、もまあそれをね、ちょっと詳細は動画の最後に告知できればと思うんですが、はい、まずはよ、うん、一番必要なのは何ですか。勇気。まあそれは確かに県境を越える勇気。それはそうだ。原画展の時も結構ね頑張ったからね、うん、そういうことじゃないの、はい、メインビジュアルでしょう。ああ、我々は自分で描けよということで、今回のイベントのメインビジュアルになるやつを描いていきましょう、うん、おお。やっていきます。緊張する。だって貼られたりとかするんでしょ、はい、そらね。まず粘土で一回作ってからでもいいかな。粘土で一回作る方が難しい一回もまだその企画やったことないんだから、怯えてやっていこうと思います。はい、じゃあまずは、はい、まあ、この後ちゃんとねいろいろ書いていくんだけど、うん、まずちょっとラフということで、はい、アイディア出し20分で、うん、まあ、どんな感じのね今回テーマでやっていくかをちょっとやっていこうじゃないか、はい、というわけですよ。はい、それでは、はい、用意スタート。待って、でもテーマはやっぱ東京タワーでしょ、はい、東京タワーから連想されるものをいこうよ。あー、なるほどね。東京タワーってそもそも、東京タワーって電波塔ですよ。電波塔ですよね、うん、やば、ここで終わりさあ、ということでまずはですね、まあ、ラフを書く前に、うん、皆さんもですね、夏目さんちがねコラボさせていただく東京タワーというものは一体何なのかと、まあ、知ってる方も多いとは思うんですが、はいはい、何ですか。電波塔です。知ってるんだよみんな、それぐらいは。はい、何、赤いです。分かってんだって外見情報とそのさ役割ぐらいはみんな分かってんだ。だってやばい、だってこのままだってゲンさん喋らせたら、うん、もしかしたらクイズとか始まっちゃうかもしれない。始めるんだよ、もうやめろ、読むなこういうこと始めると大体クイズするんだよみんなが楽しく最後まで見れるようにクイズを入れる夏目さんちのエンタメ性を、お前、うわー、いき甘くな、いきはい、まあ、ということで、はい、東京タワーは関東地方のテレビ、うん、ラジオの総合電波塔としてね、はい、1958年に開業したと。はい、
まあ、そこは皆さん大体なんとなくさ、うん、その総合電波塔っていうのは分かるとは思うんだけど、はい、じゃあ総合電波塔の総合ってなんやねんっていう話ですよ。確かに、うん、電波塔なんてね当然一つなんじゃないのって思っちゃうと思うんですけど、はい、まあ、ざっくり言うと東京タワーが建設されるまで、うん、テレビ局ラジオ局は各放送局ごとに電波塔をぶっ立ててたわけですよ、うんうん、だからそこら中に電波塔が乱立してたの。わそこから電波が送信されてたりして、うん、しかも規格が統一されてないから大きさバラバラだったりで、うんうん、高さがね、あそうで高くても放送電波がその半径70キロぐらいしか届かなかったりとか、うまく受信できないよっていう地域もあったらしいんですよ、うん、あそうなんだ、悲しい寂しい。え、じゃあさ、うまく受信できない地域は先週のアニメは見れたけど今週のアニメは見れないみたいなことがあったかもしれない。地域のタイミングでそれはどうかわかんないけど、うん、ただなんか各ご家庭のアンテナをその放送局に向けるみたいなことがあったらしいですよ。え、でも昔さ携帯電話とかもさ電波探しにうろうろした時期もあったから、うん、 あれに近いものなのかな。あれよりもっと面倒いことなんじゃない、うん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 、っていう問題をね解決するために、はいはい、1本の電波塔で電波を各地域に送信する総合電波塔を作ろうぜっていう流れになったらしい、うん、その総合電波塔が今の東京タワーっていう、いや素晴らしいこの歴史の流れがあったわけですよね。やっぱりなんか、うん、一個ずつちゃんと階段を上ってきてるんだなって今こそ知れてたけど、そうなんだ。だから現在はね、うん、その役割自体を東京スカイツリーが、はい、まあ、担ってるわけじゃないですか。まあ、でもねその東京タワーも今もね、うんうんうん、電波を送れない場合の予備電波塔としてとか、うんうん、あとは一部の FM 放送の電波発信したりとか、なんかそういうのよくわかんないけど、うん、なんか勝手に漫画的に考えてかっけえなって思っちゃう。わかる、リサルウェポンやん。あそう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 、だから東京タワーはずっとアップしてるってことなんです。あそうそうそう、俺を出すんじゃないみたいな、体温めてるんだよだから今でもまだね東京タワー引退してるように見えるけど、うん、現役な部分もあるってことですね。かっけえ、はい、なんかそれこそ本当にもうガチャ老子みたいじゃん、うん、まあ、ていうなわけで、うん、さっきさえも言ってたけど、はい、まあ、東京タワーといえば、うん、赤と白の交互の塗装がね、うん、その外観が皆さんご存知の通りだと思うんですけど、そうね、実はあれ正確には赤じゃないんですよ。なんか某ディズニー、某ディズニー、某ディズニー全部言っとる言い過ぎだろ某夢の国のお城の色も実は白じゃないみたいなあれですね、はい、あそうそう、はいはいはい、そういうことかもね、うんうん、そう正確には赤ではなくてインターナショナルオレンジっていう、オレンジなんだ。そう、赤と黄色の中間色で、うんうん、まあ、赤に近めの鮮やかな、うんうん、まあ、どちらかというと朱色みたいな表現の方が正しいので、要はオレンジ色です。インターナショナルなんだね、はい、そう、理由が航空法とその航空法施行規則に定められてるからと。お、要するに見やすいよってことね。そうそうそう、そのインターナショナルオレンジと白が交互にこうね、うんうん、帯状に塗装される配色っていうのを中間障害標識、だから要は昼間でも景色とかにも馴染まずに飛行機とかから認識しやすい色っていうことで、その危なくないよ、衝突しないよと、うんうん、光が強い時間でもよく見えるってことね。視認性が高い色ということでそういう風に設定されてると。やっぱビルの上とかにさ、なんかちっちゃいさ、うん、はいはいはい、アンテナとか立ってる時さ、 あの色だったりするのも同じ色なのかな。あ、どうなんだろうねその辺ね。でも多分その中間障害標識っていう括りで言うとインターナショナルオレンジが採用されるっていうのは、うん、いろんなところであるんじゃないかなと。で、東京タワーですよ。皆さん当たり前のように認識しているこちらの東京タワーという名前は、はい、公募で集まった中から、うんうんうん、1958年、まあ、その建った時ですね、うんうん、建った年に10月13日に決定しました。あ、公募なんだ、はい、ここでクイズです。はい、応募数が最も多かった名前は次のうちどれでしょうか。うわー、何それ何それ、ニッチニッチニッチなんか古尺な問題用意してきてる。はい、あのそんなインターナショナルオレンジ実は赤じゃありません、何色でしょうみたいなクイズじゃないからね。なんか古尺だね、うん、今回、はい、はい、A、はい、日本刀。おー、日本刀、うん、日本ね、ジャパンね、うん、日本の塔ね、ジャパンタワーね、うん、ジャパンタワーね。 B、はい、エターナルタワー。かっこいい、かっこいい、めっちゃかっけーな、ゲームみたいC、昭和塔。あー、昭和に建てられたから、うん。D、はい、東京タワー。さあ次のうちどれでしょうか。一番公募が多かったやつです、応募数がね。エターナルタワーやろ五感で選ぶねで言いたくないからだって、まあね、俺たちはたどり着くんだあのエターナルタワーにって言いたくじゃん。まあ言いたいわ、うん、言いたんだよ、だってエターナルタワーだったら、だったらね、うん、そう、エターナルタワーはちょっとあの中二心をこさっとしたけど、うん、くすぐられたから、じゃあエターナルタワーでいい。でもなんか東京タワーじゃない気がする。あー、なるほど、うん、なるほど、はいはいはい、そう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 。じゃあ最終的にはチク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 ダン、日本刀で。不正解です。正解って言いそうになっちゃったなんか急に変えられたから今正解は、うん、
公募で集まった名称の1位は昭和島で1832通、はい、おー、次いで日本島が1328通、うんうん、あ、そうなんだ。で3位が平和島だったらしいですよ。あー、まあそう、うん、1958年っていうとあれだもんね、多分終戦から10年ぐらい経ったかな、まあ、そうだね、そういう意味も込めてるのかもしれない、ね、うん、っていう意味で、うん、あの送ってくれた人が多かったのかな、うん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 、じゃあなんで東京タワーになったかっていうと、東京タワー実はね応募数223通でした。13位です。あら、13位なのに、うん、なのに、うんうん、審査会の委員長である徳川無生さんが、はい、ピタリと表しているのは東京タワーを置いて他にありませんなという鶴の一声で決定したそうです昭和党に総合した人たちはね、どういう気持ちだったのか分かんない、おかんぶりかもしれない、いや分かんない、でもそういうね、いろいろ考えた上で、まあ、確かにね一番その応募したらさ、うん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 、考えやすい名前だったから多かったのかも、ね、あー、まあ確かに、うん、でももしかしたらこの動画を見てくれてる君たち、はい、私たちのおじいちゃん、はい、おばあちゃんの世代が、うん、ワンちゃん昭和島で公募入れてるかもしれない。あー、それはあるかもよ、ね、送ってる人がいるかもしれな い、ね、おじいちゃんおばあちゃんの中にね、うん、お子様とかだって確かに当時子供とかだってありそう。確かに。わあ。ちなみに東京タワーはね、うん、当時10歳の女の子が採用されたらしいです。はい、その子に送られたらしいです、ね。ああ。昭和。うん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 。まあ、ということで、はい、ざっくり東京タワーのことがね知れたと思いますので、はい、我々はこんな別にクイズ番組やるわけじゃないの。まあ、確かに俺たちはエターナルタワーに、うん、行かないのよ。とコラボするから。コラボしないのよ。東京タワーだっつってんだ。はい。メインビジュアルのラフに戻りましょう。子供の頃東京タワーの中にあったさ、うん、老人形館、違う違う違うか、私が見たのはねトリックアート美術館みたいなやつで、はいはいはい、あのモナリザの目が一生追っかけてくるやつ、ね、ちゃんとトラウマになってる、うん、もう一個僕が言うと、うん、東京タワーの老人形館で、はい、なんかめっちゃ拷問されてるみたいな部屋があって一個、へー、めっちゃ怖くて当時トラウマになってる。なんでだ。あれあれあれ。東京タワーに対するなんかトラウマがある。思い出が。おかしい。もっとなんか美しい思い出を掘り起こして。今もあんのかな。あ、どうなんだろうね。2013年で閉館されたそうです、ね、はいはい。あ、そうだったんですね。ね、1970年からあったから、うん、40年近く皆さんを楽しませていた。そうなんだね。まんまと夏目さんちもそこでやるわけなんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。え、夏目さんちいる？メインビジュアルにやんことあるんだ夏目さんちのイベントで。やめ、画集じゃないんだからさ、一人にしとく、一人にしとく、二、うん、人だとちょっと目立ちすぎちゃうかもしれない、うん、目立ってほしいわ、合体させてても合体する新たなる概念、新たなる概念、うん、でもなんかちょっとな、せっかくコラボするんだったら夏目さんちもさ、うん、パーカーじゃない方がよくない？パーカー脱いじゃうの？夏目さんちもさ、おめかししたくないですか？なんか服装変えたいな。あ、でもさ、それこそあれはどうですか？東京タワーのできた年っていうテーマ、あー、1958年の空気というかさ、あー、ちょっとレトロ風な、あ、いいね、昭和レトロな、まあ、昭和レトロと言いますけども、平成レトロなんですよ、最初は。もう言葉、世の中の言葉には平成レトロ、はい、平成レトロっていうワードがあるんで、俺たちはレトロ側なんだよ。わかる？なんかさ、テレビとか出てくると、なんかこう、明らかに古いものっていう感じでさ、うん、出てくるじゃん。なんかまあちょっと色あせてたりさ、うんうん。いや、でも私にはこんな風には見えてなかったぞっていう、なんか、ショックを受けるんだけど。はいはい、もう俺たちはレトロじゃないと言いたいですね。夏目さんちってでもさ、こう、若い子がさ、見てくれてる、はいはい、若い人、まあ、そういうことも多いですね。そう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 、あの結構実はね、なんかお買い物とか行くとね、うん、小さい子に声かけてもらったりとかすることが結構多いから、 ありがたいこと。そうそう、だから俺たち結構その子たちが知らない話題を多い提供してしまっていると思って。そう、あの夏目さんち結構ね、見てる層に対しては不親切なチャンネルなんですよ、ね、でもやっぱそういうのを聞いて、お母さんなにとか、うん、お父さんなにとか、そういうね、ちょっとあの家族の会話をそれで増やしていただければという思いで、夏目さんはわざとアラサーネタを喋っているんですよ。そう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 、そうなんですよ、わざとわざとそこしか引き出しがないとかじゃないですよ、決して決してね。でもまさかな、なんか活動そんだけ続けてくると東京タワーともコラボすることがあるんだね。ねえ、7年もあると。ねえ、ありがとうございます。ありがとうございますだよ。皆さんの元になんかがっつりグッズみたいな感じでお届けするのってだいぶ久々じゃない？ああ、そうだね。まず原画展でもね、グッズとかはあったけど、うんうん、あれよりもかなり多くなる気がするので。夏目さんち今年はちょっとね、毎年目標に掲げてはいるんだけど、うんうん、少し外に出ることを目標にしたい。たなぎみたいな目標なんだよね少し外に出るみたいな、頑張って羽化してみるみたいな、頑張って外に出る、その辺を目標にしたいな。あ、でもそうだね、うん、
なんか会えるうちに皆さんに会っておきたいなみたいな。それこそさ、この前のさ、うん、この動画だ、うん、初めて行くお店でもゲンさんは気づくのかっていうこのドッキリで、うん、そう、会場をお貸ししてくれたビータスカフェさん、はい、夏目さん家に聖地ができたっていうので喜んでくださってる方がいて、確かにそう、今まであまりに引き込まれすぎててそうなんですよね。そうそうそう、夏目さん家あんまりこうどこどこ行ったみたいなのが少なくて、まあ行ってはいるんですけどね、いくつかね、うん、そうだからなんかね、そういった意味であの動画を喜んでくださってる方もいたから、こういうことも喜んでくださる方がいるんだと思って私感動しちゃったんだよ。だからもっとアクティブにならなきゃ、アクティブにならなきゃ。でちょっと全体のポスターの構図みたいな僕がちょっと、あと6分で描けるかどうかは不明ですけど、すごいゲンさんってば描かん。この後ちゃんとあれですよ、まあ皆さんに裏話しちゃうっていうか、みんな知ってると思うけど、うんうん、この後20分で考えたことをもう一回一回壊してから10時間ぐらい考えるから皆さん安心してください、うんうん、ねえ、なんかいる、やだ怖いおい、やそんなめでたい時に来るなお前は東京タワーマンみたいなやつが真ん中にいたらいいんじゃないじゃん。あー確かに。楽しみだな。なんかちょっとさ、想像がついてなさすぎるんだよな。いやそうなんだよね、何が起きるのこの後みたいな感じになって、外でそういうさ販売とかはさ、うん、あ、そうそうそう、ポップアップみたいなそういうのってやったことないからさ、そうないからさ、美女と野獣のベルもさ、お食事の準備ですって言われてさ、ミュージカル始まると思わないじゃん、まあ、確かにそれと同じ気持ちなんだよね多分。そうかなわかるかな、なんでその共感性の薄い例えということで、なんとなく今20分で書いてみて楽しかったです、はい、せーの、ダーンと、めっちゃかっこよくない、なんかもう完成してない、こういう感じで、メカの色のベースが、うんうん、結構僕いろんな色入れちゃうんだけど、いつもそうだね、このベースは赤っぽいこのインターナショナルオレンジってやつのベースでメカを書いていって、全然これ何も書けなかったから後でまた書き直すんだけど、うん、ちょっとレトロな髪型のメカな女の子みたいな、あーいいねいいね、かわいい、うん、でセーラーだね、そうセーラーね、ちゃんとセーラー、はい、じゃあセイさんもゲンさんのセーラーに習って学生服っぽくしようかな。あーなんかこれなるほど、確かにすごい高い位置にいるし、なんか尻炙られてるんだよ、確かにごめん、あだからこれこの顔してたね、はいはいはい、なるほどね、うん、で夏目さんちをちょっと、はい、よそ行き風にしたいなっていうのは、うんうんうん、ちょっとこの感じ、なんかさやさんなんか三つ編みなんかしちゃって、そう可愛いでしょ、こんなに髪長くないの、死ぬほど髪の毛伸ばしてるねこれね、でゲイさんペタペタ、はいはい、こんなにポマード使うの、うん、ポマードもうバキバキじゃん、もうバキバキだよ、ね、このなんか取ってつけてるようなこいつでもなんかね、いるかなーって思って、ほらどう、何にもわかんない、わかんない何にもわかんねわかんない、え、だってさこんな感じでっつってさ、うん、これ見せられてさ、うん、確かにね、うん、いやなんか、はい、この今これさやとさ、さやゲンでしょ、これこれさやね、イエーイってこれさやさんね全然そんなポーズじゃないでこれもゲンさんね、うん、それゲンさんね、ゲンさんでこれがあのこれあれ女の子、あゲンさんの女の子、こういうポーズ、うんうんうん、でこれさやの男の子、なんかさやよく顔に手で置く男の子描いてるイメージだから、あまあさやの男の子、はい、男の子こういると、うん、で真ん中に東京タワーマンがいる、タワー、うん、ちょっと顔やばい顔やばい、寝不足っぽいけど、うん、これはさやさんのね力によって可愛くなるでしょう、はい、うわーすごい、でこの僕が書いてるこの丸いところ、うん、この丸いところはなんかさや塩が散りばめられたらこう放射状にこうやって、うんうんうん、こういう感じの構図、あーかっこいいね、東京タワーを中心にこういう風にもう何も全部赤で描いちゃうからな、全部赤で頭が悪すぎるはい、はい、まあ、ということでこんな感じでメインビジュアルをちょっとこの後これをベースにがっつり描いていきたいと思います、頑張りましょう、はい、ご覧ください、どうぞ。さあということでやっていきましょう、はい、はい、まずはなんかねラフの時と構図を変えようとしたものの、やっぱりラフの構図でいこうという迷いが一瞬最初に見えましたねえ、そうだよね、一番最初に書いてた、はい、ちょっとなんか一瞬変えたよね、そうふわっとした部分からさ、うん、全然関係ない足生えてきたもんね、はい、てなわけでちょっと下書きのところをね調整しながらグリグリと目だったり髪型だったりやっていきつつ、はい、この上のなんかリボンのところをねどうしようかなっていうのでね、うんうんうん、迷ってたんだけど、やっぱりこのちょっとこの東京タワーの年代っぽさを少しでも出せないかと思って、はいはい、水玉模様とかにもしてみたかったりしてます。いやーなんかかっこいいね、なんかもういや東の字がいいですね、東京の、はい、東京タワー、まあ、東京もすごい安直だけど、やっぱ東っていう漢字やっぱ絵に入ってるとかっこいいよな、いやそうなんだよね、なんか雰囲気出るよね、うん、あペン入れが始まりました、ペン入れが始まりました、はい、はい、
結構雑なペン入れ、あの下書きからのペン入れなんで、あのないものがどんどん書かれてるって感じですね。でもなんかゲンさん今回、うん、あのあれじゃないですか、下書き結構さちゃんとこう、はいはい、試行錯誤してるとこちゃんと出てる感じするね。え、いつも出てない？そんなに。いつもなんか結構なんかシュッキュッって感じで決めてる。全然わかんない。あ、でもなんか今回じゃあ一回ポーズ変えようとしたからじゃないか。あ、そうか、うん、悩みが、そう、ゲンさんの中の困惑が、困惑してたのかもしれない。、はい、まあ、いつも通りあのこれ最近、あの最近というか前から結構聞かれてて、そういえば答えてなかったなって思うんですけど、うんうん、いや答えてないこともないんだけど、うん、アプリは僕プロクリエイトってやつ全部使ってて、はい、でブラシとか教えてくださいっていうよく聞かれるんですけど、うんうん、ブラシも別に特殊なやつダウンロードしたり自分で作ったりなど全くこだわりを発揮してない、非常になんかお恥ずかしい限りなんですけど、あの初期設定のブラシでやりつつ、はい、色が塗られてます。これちなみにペン、はい、ペン入れは何のペンでされてたんですか？ペン入れは鉛筆の 6B みたいな、そんなやつだった気がする。あ、私もそれとても好きでございます。ちなみに色塗りはこう、あのそれぞれを別でレイヤー分けて、はい、ベタを塗った後にアクリルブラシみたいなやつだけかな、ほぼ、うん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 、でペタペタしてますね。いや、ゲンさんもね、はい、なんか昔ゲンさんレイヤー分けできないとかって言ってたけど、レイヤー分けめんどくさい無理っていうなってたんだけどね。いや、そう言ってたけどね、最近はさすがに少しだけは分けてますね。もうすっかり、はい、大人になっちゃって。いや、そういうことじゃないです。てなわけで色をねどんどん今変えてってるんですが、うん、今回はやっぱりベースはこのインターナショナルオレンジを入れていきたいなということで、うん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 、この朱色というか、はい、このオレンジとあと白ベースで、うん、なるべくこのいつも結構油断すると僕メーカーカラフルにしちゃうんで、うんうんうん、ちゃんとね、はい、東京タワーチックな感じで、東京タワーコラボ感が出るようにということでね、うんうん、あと膝に金魚を、今気づいた、膝、はい、膝あいつ目ついてんじゃん、はい、膝金魚、膝金魚なんだ、メカだよ、膝金魚なんだ。おー、はい、かっこいい。ということで全貌はまた後ほど、はい、そしてさやさん、はい、さやさんのターンです。はい、もう下書きが終わってますね。今回レイヤー1枚でね、はい、やらせていただいてます。今回もね。今回じゃねえだろ、いつもレイヤー1枚だ。はい、というわけでね、はい、なんかいつもよりズボンの丈がめちゃめちゃ短くて、なんかそう、ね、これ書いてる時になんかさ、ちょっと思わずさツイートしてしまったんですけど、はいはい、うん、うん、なんか心の中のおばあちゃんが、うん、そんな丈履いたら短いで寒いでって言ってくるのを、おばちゃんちょっと待っててって会話しながら書いていたっていうね、うん、さやさんの中でもなんか謎の葛藤があったんですね。いや、そうそうそう、で、はいはい、今回ちょっとね顔がお兄さんになってしまったのもあって、ね、はい、そうだね、確かにいつもより全然なんか年齢が高いんじゃなかろうかという感じしますね。ね、はい、ね、はい、いやもう いろいろ結構こう私もこう、はい、その東京タワーにまつわるアイテムをね、おうおうおう、曲散らばせてみたりとかね、はいはいはい、あとなんか突然現れる模様とかも出てくるんだけど、これ突然現れる模様。そう、なんかね結構ね、うん、すごいなんか迷いながらラフを描いて、迷いながら下書きをして、はいはい、迷いながら塗って、迷ってたらなんか突然ラフにないものが生まれてきたりとかもしてね。まあでもね、ありますよ。でも今回私たちめちゃめちゃ悩んでる、はい、ラフにないものも生まれるぐらい。あ、そう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 、そのぐらいがいいですよ、ね、いやもう、ね、描いててね楽しい、うん、これあの東京あのタワー、はいはい、タワーベル、東京タワーベルトね、東京タワーヒモです、うん、東京タワーヒモ、あのこれ好評発売しておりません。はい、あの何の意味もない、あのガーターベルトってあれってズボンが下がんないようにとか、あ、一応そういうねあれもあるんでしょうけど、ね、トックスが下がんないようにとかってあるけど、うん、はいはい、あ、これこの紐何の意味もない、何もないないんですか。飾り紐なんで。まあよくあることなんで衣装では、ね、うん、そう、はい、よくあります、よくあります。これ学生服だ。いや一応、うん、いやなんかあの昔風の、はいはいはい、学生服をイメージして、うんうん、はい、でなんかもう帽子とかマントとかつけてるっていうあれで、はい、はいはいはい、だけどなんかこうちょっとこうラジオっぽい、うんうんうん、ラジオ電波もほら走ってるじゃないですか。そうだね、そう、うん、だからちょっとラジオっぽいのと、あと周りになんかこうフルテレビとかをこう、あー、本当だ、ブラウン管っぽいやつね。そう、いやなんかもう本当になんていうの、あの我々のおばあちゃん世代の、はいはいはい、あのカチ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 ってやっぱ、あのダイヤル式のだ、そうそう、のテレビとかをちょっと足元にこう、うん、ポコポコ置いてて、さやとさ僕さ、うん、この意図してないのにこの赤しましま被ってんのね。いや、それな、この赤しましまラフにないからね、うん、あ、ないんだ、うん、ちなみに僕の赤しましまも適当に急に入れたから。なんで急に赤しましま2人とも入れたがってんの。でほらこれ、はい、あの1958と1223って書いてあるけど、これ1958年12月23日オープンで、あ、まあオープンね、そうですね、はい、東京タワーというわけで、はい、こんな感じでね、いろいろ散りばめつつ、あとあの今回初めてあのプラモデル用のね、なんか超極細筆を、ね、導入してるっていう。本当だ、
この白いやつね。いやそう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 、結構引っ張ったら全部ブチっていきそうなぐらい細いやつでしょ。細い、めっちゃ細い、なんかもう繊細、私より繊細だった彼じゃ付き合い今後ねちょっとうまく付き合っていきたいもの、ね、いやいいですね、新しい筆も使って。あとこれあのマジで悩みすぎて泣きながら書いてたところ。あそうなんだ、ここどうしたらいいのってなって決めてから書けよっていうというわけでね、はい、もうこんな感じで、うわーできてきた、できていく。もうお兄さんだね、足長いなこの子。あと髪の毛もね、あの、うん、謎重力働いてるから、あ、まあまあよくあることよこれも、さやの絵では、うん、まあ、髪の毛は重力、生きてるから髪の毛だってね、みんな大事にしてね。さあということで完成しました。イエーイ。いや頑張りましたね、また今回もいろいろと、うん、見て悪意のある隠し方悪意ありすぎるそこだけ見せるな。それでは東京タワーメインビジュアルの一部として描いた子たち、はい、せーのドンと、うへー、できましたね、できました。クエンさんのかっこいいね、ありがとうございます。トーって書いてある、トーって書いてある。でもなんか東京タワーとさ、うん、メカはさやっぱ東京タワー自体がこうメタリックっていうかこう、うん、機械的なさモニュメントですから、ちょっと配色的には、うんうん、東京タワーのそのさっきね、うんうん、冒頭にも言ってたインターナショナルオレンジを使ってます、はい、おー、はい、今回ちょっとその色ベースでメカの色をあんまりカラフルにしすぎないように、うんうん、赤と白ベースでメカ作っていこうかなと思ってやりました、うん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 、いいね、はい、でちょっと髪型で言うとその当時のとは言わんけど、はい、ちょっとだけ昭和っぽい、うんうんうん、なんかこの感じ、この辺、そう、この耳のあたりがふわってしてるやつね。そう、このシルエットもちょっといつも描いてる子よりは、うん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 、あの時代を感じる髪型にしてみようかなっていう感じで言ってます、うん、いいね、めっちゃかっこいい、はい、ヒール高々、そうヒール高々なんだけど、うんうん、乗ってるのはこれあのクモガエルですね。クモガエル、はい、これ特に理由はないここには何の理由もないです。これがなんとなく良かった、うん、はい、なんとなく良かっただけです。え、めっちゃかっこいいです、ありがとうございます。とさやのは、はい、はい、怪しげなお兄さんじゃん、怪しげだよな、うん、書き終わった時に、うん、え、これでええんかってなったもん、なんかちょっと待って、何エチエチすぎちゃったかもしれない、確かに、ちょっとエチエチお兄さん、てかさ、さやさ、うん、いつも書いてる子より、うん、プラス 2,3 歳上でしょ。いや、そう、あのなんか ね最初ラフでこのイメージでいこうってなった時もうちょっと幼かったんだけど、ね、書いてみたらなんかお兄さんじゃけーってなって、ずいぶん足長いもんね、いつもよりね。あ、そう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 、うん、せっかくコラボさせていただくのはやっぱ膝出さんとなと思ったんだけど、はいはい、で今年はちょっといろんなズボンの丈に挑戦していきたいなって、はい、ちょっとよくわからない目標を抱えたらめっちゃ短くなっちゃってしかもそれあれだ、紐が東京タワー、あ、そうなんです、ここ東京タワーモチーフ紐です、うん、はい、これ多分何の意味もない紐、何の意味もない紐ね、飾りの紐ですねで、なんかこう一応東京タワーにまつわる数字をちょこちょこ散らばしてるっていう感じで、はい、いいね、はい、いいですね、これかわいい、ありがとうございます。え、実は結構いろいろね小ネタをね、はい、ゲンさんにね、あの小尺な問題を出された身なんですけど、はい、そう、結構東京タワーにまつわること結構いろいろ交えてみて、はいはい、そうそう、東京タワーが立ってる港区の花はアジサイなので、アジサイ、あー、そういうことなんだ、そうそうそう、サヤがアジサイ好きだからアジサイ描いたわけじゃない、うわ全然伝わってなかった、それ全然伝わってない、そうっていう、へー、そう、実はそういうね、ちょっと小ネタを仕込んでたりとか、はいはいはい、そう、テレビがあったり、いいね、これ、まあ、マイクとか、そう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 、はいはいはい、で333でしょ、うん、東京タワーね、高さね、とかやってるんです、はい、昭和33年333メートルの建物ってことね、昭和33年なの、33年ですよ、あ、58年は昭和です、言うと33年、あ、待って悔しい、私より東京タワーのこと知ってるなんて悔しいはい、いやでもいい、できましたよこのメインビジュアルがね、そして、はい、こちらがメインビジュアルをさらにごちゃごちゃにしたものですドンドンはい、今回もさやじよと夏目さんちもね、はい、たっぷりな上でここの子たちをね、いやいいね、はい、初めての形式じゃないこれは、いやそうかもね、まあ、ある意味で言うと壁の絵に近いのかな、うん、夏目さんちの ね、うん、ちょっとそれに近いかも、いやでもね今回初ですよ、はい、何、夏目さんちがおしゃれしてるんです、いやマジでなそうなんですよ、そう、夏目さん違う、お前らよそ行きやんっていう、え、一応ねこれもねちょっとこう佐々木さん、源さんも昭和の洋服と髪型をちょっとイメージしてね、源、はいはい、さん無反としてるけど、そうそう、うん、無反でちょっとタートルネック着てるから、確かに、うわ、いけすかんなタートルネック着てちょっと細長い靴履いてるから、うん、ねえ、とんがった靴履いてんじゃんはい、
え、でなんかその周りのさやじおもね、はいはい、こう1958年になぞらえてるネタなので、うん、ちょっとよかったらそうなんだ、あ、ほんとだ、そう、はいはいはい、ちょっと調べてみてほしい。確かに、なんでナピメがラーメンだとかね、そう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 、ゲンザラシなんでお前ちょっと帽子かぶっとんねんとか、あ、そう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 、うん、ね、ちょっとネタいっぱい仕込まれてるので、はいはいはい、よかったらあの調べてみてください。そんなことより俺はもう後ろで火持ってるやつが本当にいる方が気になるお前やっぱりいるんだみたいなこんな公共の場に出てしまいました、うん、公共の場にスドーマンが出てくるんだこいつマジで大丈夫かな、皆さんも公表の声をお答えして、うん、それだけは聞いちゃいけなかった気がするけどさあ、というわけでですね、はい、メインビジュアルもこれ無事出来上がり、できました。夏目さんちかける東京タワー、はい、N2M 電波事変、3月9日から3月31日、はい、開催決定です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですが、今回告知するまではここまでです。この場に何があるのかはこれからお楽しみという、ここのメインビジュアルにも書いてありますが、オリジナルコラボグッズ、チケットコラボ、一体これどんな感じの内容でなっていくのか、はい、皆さんこちらはね、続報をぜひお待ちいただければと思います。ゲンさんの歩くお尻があるかもしれませんよ。絶対にそれだけ恨むいやでも本当今回のグッズはまたいつもとは違ったというかね、ちょっと違う感じね、今までに出していないようなものだったり、うんうん、今までずっとやってみたかったことだったりが入ってるので、うん、それはもうめちゃくちゃ楽しみに僕たちはしてますので、はい、そのくせでも1日で考えついたデザインを、ね、もうありますね、そのグッズに載せたりとかもしてる、そう、あの思いつきでできたグッズもあったりします。いや、そう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 、ちょ、個人的に夏目さんちはもう好き放題楽しく遊んだ感じがあるので、いや、そうそう、すっごい楽しかった、うん、今回。いや、僕たちも早くね、ちょっとそのグッズが出来上がるのワクワクしてますね。うん、もう着ちゃおう、うん、私も。あ、着ちゃうのもある。あ、いや、まあ、着ちゃうのもあるし、あ、うん、まあ、集めるものもあるかもしれませんね。あとは削っちゃうのもあるかもしれないです。かつお節はないの、別に。あ、ない、かつお節なかったっけ。ないです。あ、いつもの癖で。いつももねえだろ皆さん、それでは続報をお待ちください。